はい皆さんこんにちは西村透左衛門の加藤ですあ違う浜城ラジオからラジオだねはい西村透左衛門あれ違うね西村ラジオやってくも <laughs> はい西村ラジオ第26回えー、っといつもやってる息がバカンスのために今日は代わりに加藤がお送りしますさてあの今回はあのー、ちょっとホームページについてあのー お知らせしたいということがあります。あのいつもあのお客さんとの話とかによってあのいろいろとご要望とかご意見とかを聞いてあのその中でまず二つほど変えてみたんですけどね。あのそのうちの一点目がまず特殊紙の紙をあの二十七種類ほど増やしました。それがあのまた自動見積もりにあのでもう。う 金額が出るるよううにあの作り直してるといいと最中ですまだちょっとできたわけじゃないんですけどねあのもうすぐ完成するというとこまで来ました、うん、そしてもう一点もう一点はあの新しくあのイベント検索ページというのをあの新しく作ってみましたあのこれはジャンル別開催地主催者別などあの その中にはあのイベントの,あの締め切りやあのスペース数なんかも書いてますもちろんあのフリーキーワードとかでもあの検索できるようにはしてます、うん、これが、まあ、もうすぐ仕上がる予定になってますのでまた出来上がりましてアップできたらあのツイッターとかであのご案内したいと思いますのであの、まあ、今しばらくお待ちくださいでは浜アジオスタートはい皆様 おはようございます前回に引き続いて16時ですけどおはようございますいやーえどうした疲れだよなんでなんでなんでんでもうねうん機材重いし <laughs> 階段もあるしねそうあのねいつもは西村さんがカメラを回してくれてるんだけど、うん、そうやね恐れ入ります本当にで今どこにおるかっていうとねあのー 神神社によります社ににりりまますすあののの思思いい出出そうどれぐらいね懐かしいかっていうとね僕がね小学校以来かなここに来るがあと子ども会っていうのがあったがですよ子ども会っていうのがでその子ども会で年に12回やったかなそのお祭りがあってでここの神社の境内に相撲取れるところがあるがですけどそこで相撲取るっていうで なんか他にもえっ、ー、と金魚すくいやったり水風船やったり本当にお祭りですよねで区がちっちゃかったんで結構だから本当にもうみんな顔見知りでで顔見知りの中で勝手に相撲で盛り上がってで保護者の人はあの近くにブルーシートを引いて勝った相撲まあ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  <laughs> まあまあどっちもあった1人強い人がおってね<ー>その人に負け寄った気がするけど まあ、そんな思い出の地はね、ここ。まあそんなわけで、ね浜、そんなわけでね。浜ケンとの西村城。始まるぞ。えそんなわけでね。ええ、今回もね、引き続きね。歴史をね。お聞きくださいませ。さあ、始まったぜよ。父さのお客。料理対決。はい。お願いします。美山さん。 こっからはわしがみんなの奮闘をこっそりレポートする気にゃあよろしゅう頼むぜよカメラマン軍あはい頑張ってカメラを回しますよっしゃほ <laughs> いたらまずは伊蔵からやおおさっそくの事務所を出たみたいやにゃバイクで追いかけるぜよしっかり後ろで捕まっちょれよ チの食材言うたらやっぱり何を置いても勝つおうよね。早速釣りにうわーな,な,なにこのいっぱいの人ははあいいぞうのやつ早速コー高知龍馬マラソンに巻き込まれちゅうやいか。あそうや龍馬マラソンは真スすがスタート地点やったにゃ市街地を抜けて。 太平洋を望む絶景のコースじゃ。あ、伊蔵さん、ランナーと一緒に走り出しましたよ。おお<ー>。<laughs> 抜けだ<な>。<laughs> でもすごい多やね。<laughs> 走るの。気持ちいい。あ <laughs>、給水所にゆずセリーが。 うちの食材言うたらトマトも入れんとね伊蔵のやつ給水所であんなに食うて大丈夫かやあ <laughs> ようやくマラソンから抜け出したみたいやにゃあ、港から船に乗りますよよし、わしらも追いかけるぜよカツオの一本釣りせや すごい迫力ですね。さすがやにゃい,いぞ。おお、今度は畑走るが、あれアゾーノの方かよおっちゃん、トマトください。今からちょうど特産にトマトの時期や、映画とっていきや。ありがとう。 うーん歯ごたえがあって味が濃くてあもうてうまいうーんカツオとトマトで何ができるろうんイゾウが食材を抱えて市内へ戻ってきたけんどどこへ行くつもりながやろあ小料理屋さんに入っていきますよ どうやらあそこの親方のところで修行をしてもらうつもりみたいやにゃごめんください頼もうなんじゃおまんは <laughs> いかにもいごそうな親父やにゃさすがは土佐料理のスペシャリスト <laughs> いいかここで弱気になっちゃったら。 うまい料理は作れんきね。親方 <coughs>、岡田伊蔵と言います。修行をお願いします。わしは弟子は虎んがじゃ。さっさといいね。土佐のお客を成功させるためやき。頼むちや、親父さん。お客やと。うん。 それやったら修行しちゃらんでもないけんどおまんみたいな若いもんにわしの厳しい修行は無理やろついていきます俺絶対に最後までやり抜きますそこまで言うならやってみまずは体力を見せてもらおうか裏のグラウンド100周できるかや 逆襲なんて軽い軽いアイドルの体力をなめったらいかんぜよ <laughs> 甘いにゃあい,いぞうてやらただ走るがやないあのタイヤを引きながらじゃああれは伝説の

もうへばっちゅうがかよ、うん、ま、まだまだ <laughs> まっ、あ、ま、負けるかつかむぞ栄光の料理人の星よお、ほう存外逃げ出さんにゃ 98! の口やけんどまあ、厨房に入るのは許しちゃらほら、おまんの持ってきたこのカツオ自分でさばいてみわかりました俺、得意ながですよ見よってくださいね俺の包丁さばき行くぞ待てこら何しよら ええ、え、てそんな包丁の持ち方でまともに裁けるかや姿勢も悪いわ<え>これでもつけて包丁もつ訓練から始めんといかんわここれは幾人もの板前まえ見習いの血を吸ってきたという噂の包丁養成義務ス しっちゅうようじゃのこいつの恐ろしさを。どうじゃ。やめてもええぜよ。いえ、やります。乗り越えてみせますよ。お願いします、親方余裕だわ。ーははつい、筋肉に食い込んでくる。 これで手を動かすらほら指先に力が足りんしっかり握らんかよ達いにゃまともに包丁がまな板に届いてないぜよ苦しいでもこの修行乗り越えんと 本物の土佐料理の道は、極められんき思ったより、根性があるやいか。力がついてきたわ。ありがとうございます、親方よっしゃ。置いたら次は、この特製フライパンじゃ。これを自由自在に扱えるようにならんと。 わしの秘伝のレシピは教えられん気にゃは、はいえっえっ重い手に豆がでも武市さんも今ごろ苦しい修行をやりゆうはずうんこれはあ見かけによらんわ死ごいたら。 一人前になるかもしれんわしの門外不出の秘伝のレシピこいつにやったら受け継がせられるかもしれんにゃ親方これでどうですかまだまだじゃ何の修行をしゅうらこんなんはうちの味やないわああひぎちゃぶ代返し そう、壮絶な修行ですね。伊蔵さん、ボロボロですよ。修行を言うたらそういうもんよ。剣道伊蔵もよう食いついていきるわ。<laughs> よっしゃ、次は竹内さんや。はい、居場所は掴んでいます。笹上峰です。はいそんなわけでね、えー、今週はね、神社とね、レキシングっていうわけやったかやけど、うん でももう薄れちょったねぶっちゃけ行って<う>あーあーああってなるぐらいやった本当になんかこう戻ってきた時にさ、うん、こっちに、うんうん、なんか友達と遊び行こうよみたいななんだ友達と神社には行かんねえ<う>だって <laughs> まあ遊ぶとこじゃないからねもうだってさそれこそ高知に戻って もうね、やっぱり高知の人はやっぱ本当にお酒が好きやき、<う>本当にやっぱ飲みに行こうってなるよね、<う>なんかこれ知ったかぶりになったら申し訳ないがやけど、<う>やっぱちっちゃいがよ、本当に、だから神社が、<laughs> <う>あのだからあの、ね、もうちょっと町のほうに行ったところでね、やっぱ大きいところがあるがやね、神社が、おうおうみんなだからそこにお参りに行くがやないろうかね、なるほどね初詣俺ね、行ったことがないわよ、ぶっちゃけ、高知で、<ー>大阪では一回やるけど。あんまないの家族で、うん り行こうみたいな,たいな正月は本当にねお餅食って寝るやね家族は<ー>あんまりね活動的じゃない本当にゆっくりしようっていう正月はそういう家族をやった俺ね前住んでた家家の右隣が寺,、うん、寺近いねで左隣が神社 <laughs> すごいねすごいでしょすごいね <laughs> だから家からお墓が見えてた、うん なんかその神聖な力に守られてそうやね家がそうそうそうだから仕まれちゅうや初詣は元旦朝8時間起きてそれでお参りしてそれで食べますっつって5分ぐらい5分ぐらい何やそれ行って帰ってきてそれで明けましておめでとうっつって朝ごはん朝ごはんなんかでもいいねんかでもいいね神社といえばねまた話が戻るぐらいやけどそう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 あの なんで、あのー、神社の話あの本編ですごい少なかったかっていう話をやっぱ触れちょきたかったなって思って<ー>おっきい犬がおったがねいたね繋つながれてんのかと思ったらつながれてない <laughs> あのだからね最初あ犬がおるわつな、まあ、がれちゅうろうって思って俺も西村君もそのつもりやったから、ねえー、俺なんか狼かと思ったもんだいやでかかったね相当でかかったね <laughs>、うん、でそれでなんかよく見たやっぱつながれてないき西村君が あ,あ、繋がれてるじゃん丈夫大丈夫とかいや繋がれてないつがれますますますまずいって言 <laughs> もう急いで神社の階段を下りたよねほんとにいやほんとに怖かったおあのね今まで見た浜くんの顔で、うん、一番シビアな顔して、うん、<laughs> 真剣やったの真剣やった、うん、これまずいやつやってったねほんまに、うん、やばいやつやって急いで下りた <laughs> えでもあの神社であれでしょん いろんなイベントが行わわれるけじゃんまあそこに言う子供会っていう,う,んうんもう出店とかやったし相撲もやったし一とり強いやつがおったなーって思うわ今でも <laughs> めちゃくちゃ強いよかったわ勝てる気がせんかったわ <laughs> えでもなんかさプロのお相撲さんの試合とか俺たまに見んねんテレビとかでうんうん夕方やってるからうんうんそうそれでなんかこう かわしつつ投げるみたいな、うん、とか結構なんか技のデパートみたいな言われてるお相撲さんとかさ小学生の相撲って勝手なイメージなんだけどガチ体当たりじゃない体当たりして <laughs> とりあえずあの恐る恐るお互い組み合って <laughs> <laughs> あ怪我が怖いきに、うん、恐る恐る組み合って、うん、そこからなんとか外に出すか。 組み合う時はバチン行くんじゃない怖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 いそんなん怖い怖いあのだからお互いなんかその衝撃がないよううまく<ら>小学生っぽいないやだってねやっぱちっちゃいやん小学生ってほんとにだからもう,もう肩と肩てバチンみたいにいかんよ怖い怖い怖い,怖い <laughs> 鎖骨折れる鎖骨痛い痛いってなるよ <laughs> なだってさそれで終わりやないもん俺ら。 その後また学校でおはようって言うなんかやもん <laughs> <laughs> そこで喧嘩腰しな,なられんもん後日だってお前、うん、タックルしてくんなよみたいな痛かったがやぞみたいな <laughs> なるやんなるやん、うん、しかもそのお祭り自体もその相撲で終わるやないし相撲なんか真ん中のイベントあたりやきね、うん、言うたらその数時間がうちの真ん中のイベントでその後みんなと集まってまたなんか飲んだりご飯食べたりっていうのがあるやきね、うん、その中でさなんかタックルバーン お前、いって、いって、なんかお前とかってなって、ご飯食べるときお前、さっき、痛かった <laughs> お前、知らねえ、ましいってなったらほら、ほらほらほら、あるやんあ<ー>気まずくなるやん気まずくなるね大人もさ、なんか、最初は笑うかもしれんけどそのうち、ああもうじゃあ次からやめるか、え、相撲ってな <laughs> なるやん <laughs> <laughs> もうだから、子供らしい楽しい相撲でした本当にへ、えー、うん、いいな、やってみたいなやったことないいや小学校の時なかった え、でもおお祭祭りり…とかったいやでもやっぱり町の普通の出店が出るような普通のお祭りだったからあ<ー>か子供のイベントみたいなのなかったあの、じゃあ小学校のいわゆる PTA とかああでも児童館みたいなのあって、うん、小学生が集まるような,な体育館とかね分かる分かる分かるそう そういうところで、ドッジボール大会とか、バスケットボール大会とか、そういう大会みたいなのあったけど。うん。相撲がなかった。え、それこそなんか大人が中心になって、なんかやったりしたら、面白かったのにね。なんか、田舎と、と、なんやろとかじゃ、やっぱ違う。ななんだろう、だ、やっぱ土俵とかもさ。ああ。そう、あのみんなが思っちゃうより、本格的な土俵だよね。ね、そういうね。そう。あの、コーチの、いわゆる僕の。 家の近くにある神社は、うん、本当にちゃんとした土俵そういうだからね、誰でも気軽に使えるような、うんうん、共有できる、うん、そういう土俵がなかったからじゃない <laughs> なんかでも俺らからしたらなんかそんなね、な体育館みたいなところがあって、うん、ドジボールとかバスケっておしゃれやねって思うよねアー買いの人やなって思うよね ということでね、えー、疲れたでございます。えー、疲れたでございます。<laughs> いや、もう本当に疲れたわ。疲れた、疲れた、疲れた。疲れた。<laughs> れたえ今回はね、ええわけじゃなくて、西村くんで、さあ、頑張って、うい、うい、うい、えー、うい、うい、<laughs> うい、うい、じゃあね、今回の疲れたはね、ふっ、ふ、ふっ、ふ、ふ、ふね。どうシンキングタイムいるいらない。 強いなお前強いなお前 <laughs> <うん S 1> じゃあ振るよ <うん S 1> じゃあいきます「スカールターのふ」じゃじゃん不思議と俺も懐かしく思えた神社まあなんとなく分かった気持ちはそう,そうまあ皆さんもねえ聞き言う人でね気になった人がおったらね調べてみてください見つけられるかな <laughs> <laughs> じゃあそんなわけでねえ今週の「浜塩は「 こんな感じでございましたそうですねこんな感じでございますこんな感じねうんああまあねえー、とこの後またねどっか行く予定なん焼きねああうんうんじゃあみんな来週の浜塩もよろしくねお願いしますバイバーイバイバーイあの僕がよくここに来よったときはなかったです手すりああじゃあ何人か転げ落ちたのからこらほ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 ら <laughs> ありますよ、久しぶりにーはーいじゃあ行ってまいりますうわすげえ綺麗になっちゃうやんあの建物すごい綺麗になっちゃいますよ程よいところ閉めてください <laughs> もうつらい浜ケントの西村ジオ 最後にもう一点、ハるコみ合わせてお菓子のプリントいかがですか。あのこれあのエピセンのプリントのサンプルなんですけど、あのフルカラー印刷でもこんなに綺麗に印刷できちゃいます。他にもあのクッキーとかあのチョコクランチとかもあの取り扱っています。またあのサイトにあのお菓子を作っているところのあの紹介ページとかもあるんであのぜひそちらの方も。 見ていただければと思いますんでよろしくお願いします。ではまた来週。いや、うんもういいかな。で <laughs> はまた来週。うん。パリパリで美味しい。このエビの風味がいいね。ごちそうさま